皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくりヨウムだにょん。サバロックチャンネルへようこそ。今回は WRC ニュース2023第7戦サファリラリーケニアです。ニュースの時間だにょん。前回同様、データは動画作成時点のものとなりますので、後日変動がある場合があるのでご理解ください。変動があったらコメントや概要欄、次の動画などでお知らせするにょん。2023年シーズン折り返しの第7戦は、WRC でも一番過酷と言われるサファリラリーだったわね。伝統のサファリラリーは70回目の開催で、2021年29年ぶりに WRC カレンダーに復活したイベントだな。サファリラリーはトヨタが強いイメージがあるわね。昨年は、1、2、3、4フィニッシュだったにょん。勝田選手も2年連続で表彰台獲得しているから、今年初の表彰台に期待のかかる一戦でもあったわね。前回ワンツーフィニッシュを飾ったロンデデイやフォードのタナックがトヨタの進撃をどう抑えるかも注目だったな。それじゃあ日程のおさらいいきましょうか。サファリラリーケニアは6月21日にシェイクダウン、6月22日が競技初日で SS1、 2日目は SS2 から SS7、3日目は SS8 から SS13、 4日目の最終日は SS14 から SS19 となっているぞ。日本との時差は6時間だにょん。ほとんどの SS が昼過ぎから夜にかけての視聴しやすい時間帯だったわね。初日の SS1 は市街地で行われたスーパー SS かさらにで開幕。タナックがトップタイムをマークしたが、初日はこの短い SS1 本だったこともあり、まだまだ様子見といった感じだったな。初日は首位タナック、2位オジェ、3位ロバンペラ、4位ヌービル、5位エヴァンス、6位ラッピ、7位勝田選手だったにょん。シェイクダウンで横転した勝田選手のマシンも、しっかり復活していて一安心だったわね。今回も見事なピットワークだったにょん。外れたリアハッチはバーベキューのテーブルとして活用されてたな。2日目最初の SS にはオジェがトップタイムをマークし首位に立ち、ロバンペラ、ヌービル、エヴァンス、勝田選手と続いたが、前日首位だったタナックはシマウマの群れに遭遇してしまい、何度かペースを落とすこととなってしまい7位に後退。動物園でドライブしているみたいだった、と話していたにょん。さすがサファリラリーね。次の SS3 ではサファリ初挑戦のラッピがトップタイムをマーク。最近のラッピは本当に調子が良いわね。SS4 は首位のオジェにハイブリッドのブーストトラブルが発生し、首位はキープしたものの、2位のロバンペラと僅差となり、タナックはパンクによるタイヤ交換に加えて、エンジントラブルでパワーが出ずタイムを大きく落としてしまい、ラッピも右リアタイヤをバーストさせ、ヌービルと勝田選手に抜かれて6位に後退など、トラブルが続出。誰に何が起こっても不思議じゃない状態だにょん。SS5 では勝田選手がシマウマにヒット、左フロントに大きなダメージを負いながらもなんとかフィニッシュ。勝田選手もシマウマに遭遇したのね。 SS6 ではトップ3を独占するトヨタに食い込むべく4位につけていたヌービルが猛プッシュを見せたが、左ジャンクション手前でブレーキを踏んだ際にトップマウントのナットが緩み、ダンパーが外れてしまい、ボンネットが歪むほどのダメージを負ってしまい無念のデイリタイヤ。でもヌービルに代わってラッピが調子を上げてきたのよね。4番手を走っていたヌービルの戦線離脱により、5番手の勝田選手が浮上するかと思われたが、シマウマの接触に続いてリアウィングの破損や右フロントタイヤのパンクなど満身創痍状態で、ここではラッピに4位を明け渡す形となってしまったな。2日目は首位オジェ、2位ロバンペラ、3位エヴァンス、4位ラッピ、5位勝田選手、6位ソルド、7位タナックで終えたわね。3日目最初の SS8 ではエヴァンスがウォータースプラッシュでエンジンが水を吸ってしまったようで一旦ストップ。幸いにも再スタートすることができたが、約45秒のロスでラッピにポジションを奪われ、3位と4位が入れ替わったぞ。今回もウォータースプラッシュは難敵となったのよね。続く SS9 と SS10 ではロバンペラが連続トップタイムをマークしたが、それでも首位のオジェとの差はなかなか縮まらず、 SS11 ではオジェがトップタイムをマーク。タイム差をうまくコントロールする、オジェの試合運びの凄さを感じる流れとなったな。
慎重に行くところとプッシュするところの見極めが見事にはまっていたわね。そしてこの SS11 で、ヒョンデ唯一の表彰台の機体だったラッピが、プロペラシャフトの破損でストップしでイリタヤ。エヴァンスと勝田選手が3位4位に繰り上がり、トヨタの1、2、3、4体制となったぞ。やっぱりトヨタはサファリに強いにゃん。次の SS12 では、この日の朝から少しずつ調子を上げてきた勝田選手がトップタイムをマーク。エヴァンスを抜いて3番手に浮上したぞ。勝田選手ステージ勝利きた。トラブル続きだったけど調子が出てきて安心したわ。この日最終の SS13 では、大雨で泥の海のような状態の中、ロバンペラがトップタイムでオジェとの差を詰め、エヴァンスが2番手タイムをマークし、再び勝田選手を抜き3位が入れ替わったが、トヨタの1、2、3、4体制のまま3日目を終えたぞ。3日目は首位オジェ、2位ロバンペラ、3位エヴァンス、4位勝田選手、5位ソルド、6位タナック、7位ルーベだったにょん。この時点で4位の勝田選手と5位のソルドとは、1分12秒差まで開いていたので、トヨタ勢に割って入るには難しい展開となっていたな。トヨタ強し。マニュファクチャラー的にはエヴァンスかもしれないけど、勝田選手の表彰台にも期待だったにょん。そして最終日、オジェとロバンペラの差は 16.7 秒、エヴァンスと勝田選手の差も 16.7 秒でのスタートとなり、チームメイト同士での首位争いと3位争いを繰り広げるという展開になっていったな。2年連続1、2、3、4フィニッシュという歴史的記録を前にしても、チームオーダーを出さないところがトヨタの面白いところよね。最後まで熱いバトルが見れるのは嬉しいにゃん。最初の SS14 は、大きな岩がたくさん転がっている危険なステージで、慎重に走るドライバーが多い中、ロバンペラが勝負をかけ、トップタイムをマークし、オジェとの差を一気に 8.1 秒縮めて、8.6 秒差となったが、次の SS15 では、オジェがフェシフェシの溜まったコーナーでリアハッチとリアウィングを失いながらも、ロバンペラを 8.6 秒も上回るトップタイムを叩き出し、再びリードを広げてみせたぞ。まさに絶対王者オジェの底力を見せつけられた今回のハイライトだったわね。リアが全開で、車内はダストが充満している状態なのに、ぶっちぎりのトップタイムはすごすぎるにょん。車内フェシフェシだったわね。まさに飾りと言わんばかりの圧巻の走りだったな。彗星のごとき走りだったにょん。一方、3位争いはエヴァンスが少しずつリードを広げていたが、SS15 で勝田選手のハイブリッドブーストが使えなくなってしまい、 SS16 では2人の差は 35.7 秒まで開いてしまったんだ。またトラブルが起きていたのよね。その後も深いフェシフェシに捕まり、4台ともダストの影響を受け危険な場面もあったが、最終 SS19 のパワーステージまで走り切り、飛び石でフロントガラスが割れて視界が奪われながらも、リードを守り切ったオジェが優勝を飾ったな。おめでとうございます。2位となったロバンペラは最後までオジェに挑み続け、最終的には 6.7 秒差まで縮めたぞ。ポジションキープを考えない姿勢がかっこよかったにょん。そしてエヴァンスは、最終的に勝田選手に 25.3 秒差をつけて3位でフィニッシュ。4位となった勝田選手は、ラジエーターから水が漏れた状態でフィニッシュラインを通過。3位争いも素晴らしかったわ。勝田選手の3年連続表彰台は叶わなかったが、2度のトップタイムや、1、2、3、4フィニッシュに貢献など、次に繋がる結果はしっかりと残してくれたな。トラブル続きだったけど、走り切ってくれてよかったにょん。そして5位ソルド、6位タナック、7位ルーベと続き、8位にはパワーステージでトップを取ったヌービルが入ったが、ラリー後に、ヌービルの関係者が許可なく SS を偵察したとして失格処分となってしまい、ノーポイントとなってしまったんだ。これがなければランキング2位をキープできていたのに、かなりの痛手となってしまったわね。WRC2 は、カエタンカエタノビッチが昨年に続き、2年連続でクラス優勝を果たしたぞ。おめでとうございます。第7戦サファリラリーケニアの順位、ポイントはこんな感じで。現在のチャンピオンシップの順位、ポイントはこんな感じとなったな。ロバンペラが一気に差を広げて、トップ3がトヨタ勢となったわね。オジェが3位に浮上してきたにょん。モンテカルロ、メキシコに続き3勝目で、今シーズン最多勝利を挙げているからな。5戦中3勝はすごすぎ。
でも、オジェと同ポイントのタナック、5位のヌービルもまだまだどうなるかわからないわよね。あと6戦で何かが起きる可能性は十分あるにょん。次回は、第8戦エストニアが7月20日から開催されます。タナックの母国だにょん。ヒョンデから、3代目はテイムス2年のエントリーが発表されていたな。ヒョンデの若手育成プログラムが再開されたのよね。ス2年のトップカテゴリー復帰、楽しみだにょん。またエストニア戦が終わったら、第8回の WRC ニュースをお送りする予定なので、お楽しみに。それでは今回はこの辺で。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。